僕は職業というか、職人としては椅子張り職人です。飽きのこない自然に長く使えるものをと思って今やってます。この街に10年前ここをオープンしてから、だいたい自分の形がはっきりしてからのプロセスを考えると、その時なりに一生懸命やってたと思うんですけども、10年前のものはまあまあだなと、甘いけどまあまあだなと思ってるんで、今後もちょっとずつちょっとずつですけど、うまくなる、なりたいとは思ってますけども、見てこうショッキングなもの、形とか色っていうのが、その時はその当時は重視されてて、いかに面白いものを作るかっていうところで、それに僕も惹かれていって、実際にそれを作ってしばらく置いとくと、家具ってちょっと実際に本当に使えて長く使えるものじゃないと、いらなくなっちゃうことにちょっと気づいたんで、お客さんとかに持ってって、そのあるべきところにバチッとはまった時の、お部屋とか、そのお客さん含めて の, 全体の絵を見て納品して帰る時、あと、今まだここをオープンして10年足らずですけども、オープン当時ぐらいのお客さんが、ちょっと生地が古くなったんで、でもまだもうちょっと使いたいんでって張り替えの依頼をしてくれる時